サンティアゴデルニエルスイブレモン、ジャック・ドリニエ、1753年7月25日から1810年8月26日は、スペインの軍人、政治家、リオデラ・プラタ副王領の第10代副王である。ブエノスアイレスのリニエルスの家1753年に、フランスのニオールで生まれた。1765年に、フランスの陸軍士官学校に入学し、 卒業後フランス軍に入隊した。1775年にスペイン軍に入隊し、翌年にはペドロデ・セバーヨスと共にコロニア・デル・サクラメントの包囲に参加した。1806年のイギリス軍のブエノスアイレス侵攻の際、複王、ソブレモンテが逃亡したため、民兵隊を率いてクリオーリョと共にイギリス軍を撃退した。その後、ブエノスアイレスのアウディエンシアによって、 暫定副王に選出され翌年の2月に国王カルロス4世によって任命された。イギリス軍のブエノスアイレス進行後、リニエルスを排除しようとする保守派と自治組織を作ろうとするクリオーリョが対立した。1809年1月、マルティンでアルサが率いるペニンスラールが反乱の計画を実行しようとしたが、コルネリオ・サーベドラの率いるクリオーリョの民兵隊がそれを阻止した。 事態の収集を行うために、本国の最高中央評議会によって、リニエルスは解任された。1810年5月25日に、サーベドラを代表とするプリメラフンタが設立されると、リニエルスは、コルドバのインデンテンテヤ指教を、ペニンスラールを率いて、反革命を掲げ反乱を起こした。だが、同年8月に、マヌエル・ベルグラーの率いる遠征軍によって、反乱は鎮圧され、 コルドバにおいて処刑された文章、ありがとうございます。